こんにちは、岩田敦です。今日取り上げてみたいのはですね、いい加減にしろエマニュエルということなんですけれども、これ何かって言ったらですね、エマニュエルっていうのはですね、現在のアメリカの大使ですね、日本に、いるこの大使がですね、もうどう考えてみても内政干渉だろうというような主張を繰り返しているわけですね。でこれについてやっぱり我々日本国民、自主独立の国家としてですね、この不当な内政干渉をですね、断固排除するということをですね、申し上げなくちゃいけないというふうに考えております。さらに言ったらですね、この問題は私はですね、この東アジアあるいはですね、世界全体においてですね、重要なこの日米同盟というものにくさびを打ち込むことになってしまうということで、ぜひですね、アメリカの良識ある保守派の皆様にもですね、この大使のですね、愚かな諸行についてですね、このご確認いただきたいというふうに、ご認識いただきたいというふうに思います。でまず事の発端は何かと言ったらですね、これは朝日新聞の社説がですね、まあ、分かりやすいんですけれども、結局ですね、何があったかと言ったらですね、札幌のですね、高裁において同性婚の訴訟が行われてたんですけれども、でこの同性婚を認めないこと自体が違憲であると、まあ、こういう判決が下ったというわけです。まあ、これもですね、赤い司法による暴走だというふうに私は考えてますけれども、まあ、これをですね、まあ、どういうふうに考えていくのかということがまず大事な点です。でちょっと朝日新聞の社説をですね、ご紹介したいと思います。このね、朝日新聞の社説とエマニュエルのですね、主張がですね、うり二つだというところにね、ご注目いただきたいわけです。で、こういうことを書いてますね。このちょっと飛ばしますけれども、同性婚を認めない民法などの規定が憲法に適合するかをめぐる各地の裁判で初めてとなる高裁判決で、札幌高裁がおととい憲法14条と24条に違反すると指摘したということなんですね。でこれ札幌地裁の時はですね、憲法14条違反であるというふうに言われたんですが、高裁はさらにですね、24条にも違反すると言った。じゃあこの14条とか24条って何が書かれているのかと、まあ、これ確認しておいた方が必要ありますね。で、ここではですね、何が問題となっているかというと、日本国憲法にはですね、第14条はですね、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないということを書いてます。まあ、要するに差別があってはならないよと言ってるわけですね。人種とか信条とか性別とか社会的身分、門地っていうのはちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、この家柄とかですね、そういったものでですね、この差別してはいけないということをですね、言ってるわけです。で、これ自体はですね、まあ、当たり前ですね、すべての日本国民が平等であると、法の下に平等であるというのは当たり前であろうというふうに思いますが、これのですね、何をもってですね、同性婚を認めないことが憲法違反になるというふうに考えるのは、この憲法を読んだだけではですね、理解できないわけですよ。で、私ここが大事なポイントだと思うんですね。憲法を読んでみても理解できない解釈がですね、この次々と出されていくわけです。で、これって本当にですね、日本国民の憲法としてね、正しいあり方なのかということを私がですね、ずっと前からですね、主張しているわけです。そうすると日本国民が、普通の日本語ではわからないようなね、解釈がこれは当たり前なんですというふうに言われているわけですね。まあその最たるものは、自衛隊の存在ですね。憲法9条の存在をですね、虚心坦懐に読んでみたらですね、これはね、もう戦力持っちゃいけないって書いてあるんだから、自衛隊だって持つことできないだろうというふうに思うのが、普通の日本語の感覚というものだと思います。でも、この普通の日本語の感覚ではなくてですね、特殊な解釈を施して、この自衛隊も持てるようになっているわけです。私はこういう状態っていうのは、極めてね、おかしな状態だろうというふうに考えています。で、立憲主義というのは私は大切なものだと考えています。つまり、権力をですね、憲法によって、これをですね、コントロールするというのはなくちゃいけないです。なぜならですね、この、権力を縛る何かがなければですね、権力は暴走しますから、暴走する権力に歯止めをかけるという意味において、憲法でこの権力を縛るという立憲主義の基本的な考え方には賛成なんです。ところがですね、そのね、憲法の解釈っていうものが日本語を読んでみてもようわからんと
というような解釈になってしまっていてはですね、これ法の解釈をねコロ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 変えればですね、いくらでも何でもなるだろうというようなね、こういうなんか立憲主義がですね逆に空洞化することになるというふうに、私はこちらの事態をですね極めて恐れています。で、じゃあ24条には何が書いてあるのかというとですね、婚姻は両性の合意に、のみ基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないと言っております。よろしいですか？ここに書いてあるのはですね、両性の合意に基づいて成立するって言ってます。両性ですよ。両性って言ってるわけですよ。ね。同性と言ってるわけじゃなくて、両性。つまり男と女の二つの性があってですね、結婚は成り立つって書いてあるじゃないかと。むしろですね、これ、虚心坦懐に読んでみたらですね、こちらもですね、いや、これ同性婚できなくなるんじゃないのと、ああいうふうにね、読めるわけです。日本語のね、一般的な解釈をすればですよ。でもこれをですね、憲法学者たちは、またね、特殊な解釈をしてですね、この両性っていうのは同性を排除するものではないとかですね、言うわけですよ。ん？両性って言ってるのになんで同性を排除するものではないなんて言えるのと。そんなこと憲法に書いてないじゃん。いや、そういう解釈ができるんですと。こういうね、憲法解釈なんですよ。で、さらにですね、しかもね、夫婦って言ってるんですよ。夫婦が同等の権利を、夫とね、妻、夫婦ですよ。だから、夫婦、夫、夫とか、妻、妻ではないわけですよね。だから、これで、ね、ここを読んでみても、やっぱりこれは、同性婚できないんじゃないのというふうに読むのがですね、私は日本語の解釈としては当たり前だろうというふうに思います。で、だからですね、この家族についてはですね、まあ、この、両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないと言ってるんですね、法律がですね。両性の本質的平等ですよ。男が偉くて女が劣ってるとか、女が偉くて男が劣ってるとか、そうじゃなくて、両性は同等であると、この平等であると、こういうことを言ってるわけですよ。これをね、どう考えたらね、この同性婚の根拠となるのというのをね、むしろですね、本当にね、その日本語解釈大丈夫ですかということをですね、私はね、問いたいわけです。で、このね、勢いづいてですね、何を言ってるかと言ったらですね、この、なんか国会の責任をね、正しているというわけですね、朝日新聞は。で、すべての判決が国会に速やかな対応を促しているということを言ってるんです。で、昨年2月に実施した朝日新聞の世論調査では、同性婚を法律で認めるべきだと答えた人が 72% に上ったと。本当かいなというふうに思いませんか？ 72%、 国民の7割が同性婚をですね認めるべきだというふうに考えているということなんですが、私にはですねとてもそういうふうな状況には見えません。多くの人がまああってもいいのかなぐらい思ってるかもしれないけどですけれども、まあこのじゃあ具体的にね、でどういうふうなね社会になっていくのということまで考えてるとかといったらですね、考えておられないだろうというふうに思います。ですから、このパートナーシップ制度、これはですね、この人口カバー率で見ると 80% 超えてるとかですね、でさらに同性カップルの存在を自然に受け止めている社会の変化に法制化に向けた議論すら始めようとしない自民党は気づいていないのだろうかとね。自民党はね、時代のね、流れにね、乗れてないよと。もう皆さんね、この必要だというふうに言ってるんだと、同性婚が。でもね、私はね、じゃあね、申し上げたいですというふうに思うのはですね、集団的自衛権とかね、世界の中でのね、流れのね、潮流ですよ。で、こんなの国連憲章にも認められてるものですよ。それをね、日本だけがですね、持ってはならん、行使してはならんということを言い続けてきたね、朝日新聞が、このね、都合のいい時だけにですね、ほら、国民のこれ何割がこれで賛成してるぞとかってね、言い始めるのは卑怯だというふうに私は思います。で、さらにですね、こういうふうに言ってるんですよ。様々な制度は異性間の結婚前提に作られている。整合性のある法制化に一日も早く着手する時だと言ってるわけですね。つまり、一日も早く朝日新聞はですね、同性婚を制度として認めるようなね、ものを、法律を作らなければならないというふうに強く強く主張しているわけです。
ただですね、私はね、この問題について、大きなね、問題点があるというふうに考えられるのは、まず一つはですね、憲法上の問題で、やっぱりね、憲法っていうのを私はですね、小学校、中学校卒業した人、いわゆる義務教育を終わった人がですね、読んでみて、あ、そういうことだよなと、素直に納得できるような日本語で書かなければならないというふうに思うんですね。この特殊なね、法学者たちが解釈を施すこと、あるいは司法関係者が解釈を施すことによって、ちょっとこの条文からはですね、とんでもない、そんなことここに書いてあるのというようなことがね、ポーンと出てくるっていうような状態は私はよろしくないというふうに考えているので、もしですね、同性婚というものを認めたいなら、正々堂々とですね、憲法改正をですね、訴えたらよろしいというふうに思うんですね。同性婚を認めるための憲法改正を、もしですね、本当に必要だというふうに国民が多くがですね、思っているんなら、この憲法改正はそんなに通るはずですよね。だって同性婚そんなに8割とかね、7割とか8割がですね、認めるべきだと思ってるんならですね、3分の2をクリアしてるわけですから、これ、行くじゃないと。じゃあ同性婚に向けたですね、この憲法改正をね、これ出してみたらというふうに申し上げたい。でも彼らはしないわけですよ。いや、憲法を変える必要はないと。なんでと。憲法でね、例えばですね、同性婚が認められてるっていうふうに書いてあったらですね、これね、中学生が読んだってですよ。あ、そうかと。憲法で同性婚というのを認めてるんだなと。こうやって、あ、じゃあ同性婚というのがあっても、これは当たり前だなと、憲法で認められてるんだから。憲法で認められてないことはね、存在しちゃならんわけですけれども、憲法で認めてることをですね、私がね、この否定するっていうことはいかないわけです。で、さらにですね、やっぱりね、ここね、どう考えてみてもですね、この、同性婚という問題についてね、深くね、考えて、この結論、アンケートに答えてるのかどうかということもね、やっぱり私は問題だと思います。つまり、単にアンケートやったっていうことよりもですね、憲法改正までやって、それでも同性婚が必要だと言うならば、まあ、やればよろしいというふうに思います。ところがそういう主張はしないわけですよ、彼らは。自分たちでも内心思ってるわけでしょ。この憲法改正案をね、出したら否定されると。だから言ってることとね、やってることが違うんですよ。彼らはとにかくですね、こう、こそこそっとね、知らないうちにね、この裏口からスッと入ってる行動をするね、こういうね、卑怯な手ばっかり取ろうとするわけです。で、これが朝日新聞の主張ですね。で、これとですね、まさにね、気を一にするようなですね、ことを言ってるのがエマニュエルの投稿なんですよ。千里の道も一歩から、東京地方裁判所の今日の判断で、婚姻の自由、そして法の下の平等を実現するために日本がまた一歩前進しました。本当に嬉しく思います。東京地裁は札幌、名古屋、福岡などの地裁と同様に日本が包括的になることを支持しているのです。ということをですね、まあ言っているわけです。で、まあこれね、まずですね、この日本がまた一歩前進しましたっていうね、この表現ってどれだけ上から目線なんだというふうに思いません?対等な両国の関係じゃないですよ。俺はどっちに行った方が正しいのか知ってるぞと。で、おう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 おお、日本国民よと、おお、そうかそうか、ようやくお前たちも正しい方向に一歩また道進んだな、よしよし、よくできたよくできたと、こういうね、このなんか日本国民をですね、侮辱するような、なんか一見するとね、褒めてそうに見えるけれども、心の底ではですね、侮辱しているようなね、ことが垣間見えるわけですよ。で、本当に嬉しく思います。私は全然嬉しく思いません、あなたに褒められたってね。で、私はですね、こういうね、この外国が、これ日本国民の中で憲法改正やって同性婚がね、で、これ実現しましたということであるならば、これは日本が決めたことなんだから、これ外国に言われることではないわけですよ。だけどね、日本がこういうね、この同性婚とかのね、方向に進むことは正しいことだよと、外国にね、言われてね、で、その朝日新聞とかがですね、ワンワンとか言ってですね、ポチのようにですね、こう、尻尾振ってですね、エマニュエルちゃん褒めて褒めてと、というようなね、態度はね、不気味ですし、で、これはね、対等な尊厳ある日米同盟をですね、望むですね、日米両国の、見識あるですね、国民の、このね、間をね、裂くようなね、離間の裂くですよ、はっきり申し上げて。なんでアメリカにそこまで言われなくちゃいけないんだよというふうに、多くのね、
保守派の日本国民は思うでしょう。で、またですね、アメリカの国民の中にもですね、同性婚に反対してる人なんかいっぱいいるわけですよ。それはね、日本よりも宗教的なね、理由からこれ反対してる人だっていっぱいいるわけです。エマニュエル一人がですね、何か全てね、アメリカ国民を代表してね、なんかこう言ってるみたいなね、ふうに思うかもしれないけれども、またエマニュエルのことをね、この投稿をね、ご存じないアメリカ国民の方にもね、本当にお訴え申し上げたいのは、本当にですね、大事な日米同盟、日本とアメリカがですね、手を携えて、このアジアのですね、平和を守るということのためにですね、妨げとなっているのがエマニュエルの存在だということです。彼の投稿をですね、読めば、読むほどですね、日本国民の中で、例えば同性婚に反対している保守系の人だって多くいますよ。たくさんいます。そういう人はね、なんでアメリカにそこまで言われなくちゃいけないんだよ。ここの主語がアメリカに変わっちゃうわけですよね。いや、これはエマニュエルの主張なんですよ。だけど、あたかもですね、大使ですから、なんかこう、アメリカ国民を代表してね、なんか物を言ってるように見えるわけです。で、これはね、私は日米両国の保守派にとってですね、大きな痛手であるというふうに考えています。朝日新聞がですね、もともとおかしな主張をするのは、これは日本では常識です。まあ、アメリカでもですね、ニューヨークタイムズとかですね、いろいろありますけれども、まあ、それの兄弟みたいなもんですよ、はっきり言って。で、まあ、だからこの人たちが変な主張をするっていうのは、まあ、織り込み済みなわけです。で、日本もアメリカもですね、言論の自由が認められてますから、変な主張をすること自体はですね、おかしな主張してるよと、また今日もおかしな主張してるよという人がいること自体はね、否定できないわけです。ただですね、大使が日本国民をですね、上からね、扇動してやるというような形で発言をすることは、現に慎むべきであるというふうに考えてます。私は一言申し上げたい。いい加減にしろ、エマニュエル。